こんにちは、ルチカーレ店長です。よろしくお願いいたします。今回は4月のコーディネートというテーマでお伝えしたいと思います。4月というと新入社員が入ってきたりとか、お得意様の担当が変わったりとか、いろんな場面でちょっとねきっちりしなきゃいけない、こういうご時世ですが、まあ、たまにはねネクタイ締めてきれいめのスタイルで対応したいということもあると思います。そういうことも踏まえていろいろ着回せるようなアイテムをご用意してみました。まず簡単にご紹介します。もうこれはね大定番ですね。ネイビーのジャケット。ネイビーのジャケットに関して言えば、これだけはちょっといいものを持っておきたいなと思っています。使う頻度も多いですし、一着ジャケットを持っておくならちょっといいネイビーのジャケット、これねラルディーニっていうブランドのシルクカシミヤです。ものすごいこの光沢感ととろみ、すごくいいです。このようなセットアップ、これ非常に好調でして、いろんなブランドでセットアップの企画が出ております。セットアップっていうのは、まあ、スーチングできるジャケットとパンツがあって、例えば上が46で下48とか、そういった買い方もできるし、あ、これジャケットだけ欲しいなとかパンツだけ欲しいなっていう方でも使っていただけるような企画になります。新しい時代のファッションとして定着しそうなので、これも入れてみました。本気の新しい色目、ちょっとカーキっぽいブラウン系の何とも言えない上品な色、この辺を入れていきたいと思います。ちょっとカジュアルにもこなせる、こういうコットンシャンブレーのシャツをドレスに着る、こういうネイビーのジャケットとかにも合わせられるし、休日に綿パンとかデニムとかで合わせていただいても使えるようなシャツを1枚、こんなのがちょっと清涼感があって爽やかな感じで着られるので、こういったものもいいかなと思ってご用意しました。そしておなじみのグレーパンツと思いきや、これはちょっとねベージュ味があるという感じですかね。グレーブラウンというお色になるんですが、これも、まあ、グレーパンツの次なる一手ということで、ちょっとこういう変化球もありかなと思います。ただ全く難しいことなく、グレーパンツと同じような扱いでご利用いただけますので、今回はグレーの代わりにちょっとブラウン味のあるクールパンツをご用意しました。カジュアルに着られるアイテムの筆頭ということで、スウェードのブラックのライダース、まだまだトレンドが続くという意味で春着たをしてほしいアイテムとしてご用意しました。もしくはこういったねナイロン系のパーカーとか、こういうアウターシャカシャカのブルゾンですね、こういったものを休日に持ってくるのもいいかなと思います。まあ、インナーに合わせるものとしてハイゲージのクルーネック、丸首のニット、こういうオフホワイト系のニットを1枚、これもね合わせがいいのでどれに持ってきても合うと思います。バイカラーのねちょっと変化球のニットも1枚用意しました。さっきがオフホワイト系なので、こういう濃色のタイプ1枚ご用意しました。そして今季も引き続きのグレーデニム、ジャケットに合わせることもできるので、こういったものも対応したいなというところですね。そしてシューズ、以前からご紹介しているように表側の黒のローファー、そしてブラウンを持つならスウェードがいいんじゃないかということで、ブラウンのスウェードで、このままね休日もローファーを使っていただくのもいいんですが、今回はちょっとスニーカータイプもご用意しました。あんまりスポーティーなものじゃなく、こういうスリッポン型のレザーのスニーカーはちょっと品よく大人が履きやすいアイテムかと思いますので、こちらもご用意しました。といったことで今回ちょっとねボリューム持ってご用意しましたが、コーディネートしてみたいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、まずはドレススタイルです。ネクタイを締めたい、そういった時にねこういう定番のネイビーに先ほどのちょっとブラウン味がかったパンツです。これもね今回もワンプリーツのパンツを履いておりますが、比較的膝下が細いのでバランスよく着られるかなと思います。そして、中はシャンブレー、コットンシャンブレーのボタンダウンの
シャツを着ております。これでちょっとねカジュアル感も出せますね。はい、シルクのブラウンのソリッドタイです。ネイビーとブラウンのソリッドのタイはおすすめしております。かなり使えますよね。ブラウンにすることによってちょっとおしゃれ感が増すと思います。でブラウンなので靴はスウェードのブラウンを履いておりますね。きちっとしたいなという時はこんな感じの着こなしもいいかなと思います。はい、先ほどのネイビーのジャケットに対してセットアップのジャージー素材のちょっとカーキミがかったお色目のジャケットに変更しました。これでねグッとまた見た目の変化を得られると思いますので、このままねジャケットだけ変えるっていう着こなしも使えますよね。しかもね今はねこうジャージー素材なので本当に着心地が良くて楽なので使いやすいかなと思います。次はセットアップのパンツですね。パンツをそのまま先ほどのネイビーのジャケットに着てみたという感じです。はい、あとは何も変えてないです。ジャケットだけ変えたりパンツだけ変えたりっていう感じですね。いつもグレーとかばっかり合わせてると同じように見えちゃうかもしれませんが、こんな感じの色もとても新鮮です。はい、で例えばこういった感じでねノータイのスタイルにも非常に合うかなと思います。シャンブレーシャツなのでここが白のブロードとかドレスっぽいシャツだと合わないかもしれませんが、こういったシャツだったらちょっとカジュアルにノータイスタイルでもしっくりくるかなと思います。はい、続いてはそのまま今度はセットアップのアイテムをスーツで着ています。はい、上下で着てもねすごく品のいい色です。意外と難しくないですね。ネクタイせずにこんな感じで少しカジュアルだけど一応そのままお仕事に行っても対応できるようなスタイルかなと思います。このままこの中が T シャツになってもいいですし、ちょっとジャケットを着るでもジャージ素材で楽ちんですよという形が非常に受けてると思いますので、こういった日があってもいいかなと思います。はい、今度はねセットアップのパンツに対してバイカラーのニットされてますね。こんな感じのニットを着てみました。暖かくなったら長袖のニット1枚で休日は過ごしていただけると思います。これにこのままジャケットを着ます。はい、本来のねこういう今時のセットアップの着方ですね。中はクルーネックのニットだったり T シャツだったりそんな感じで合わせると非常にしっくりくるかなと思います。硬すぎずラフすぎずという感じでいいかなと思いますね。はい、続いてはデニムにしてみました。結構な方がお持ちになってるかなと思います。ブラックを洗い込んで落としていったグレーデニムですね。もうすごい人気です。はい、この辺もまあ普通のインディゴデニムと同じように使っていただければいいかなと思います。こんなニット1枚に着るのもよし。このままねジャケット着てみますね。はい、ある程度固めのジャケットであっても意外ときちんと感が出ていいですね。こんな感じでお仕事に行ける方もいらっしゃると思います。はい、ジャケットだけ着てればねそれっぽく見えるのでこういったデニムに合わせてっていうのもいいですね。はい、こういったグレーのデニムにカーキ系ブラウンちゃんと馴染んでると思います。はい、はい、今度はオフホワイトのニットですね。定番的に長く使っていただけると思います。こういったタイプにシューズをスリッポン型のレザースニーカーに変えました。これは普通の黒の表側のローファーを代用してもらっても全然構いませんが、今回ご用意したので履いてみました。こんな感じで、先ほどのジャケット類ネイビーのジャケットだったりカーキのジャケットこのまま着ていただいてもこれはオフホワイトなので絶対に合います。なので
カジュラウダを着てみます。はい、ブラックのスウェードライダースですね。この辺のグレーのデニムに対して白ソールのレザースニーカーに中がホワイト系のニットなので、かなりね、柔らかくなると思います。暑苦しさがなくてね、ちょっと清涼感あふれる春っぽい着こなしになるかなと思います。はい、こんな感じですね。レザーよりかはもうちょっとさらっと着られる感じでスポーティーさが出ます。こういったナイロンのアウターは同じように秋も使えるので、1枚あるとね、結構休日スタイルには使えると思いますのでおすすめです。締めていただいてもスポーティーな感じで、しかもまあ機能素材なんでね、突然の雨とか風とかも防いでくれますし、最近のものはストレッチ性もすごく高いので便利ですね。はい、最後にね、休日用にウールパンツを履くっていう行為ですね。どうしても休日にウールパンツっていうのはちょっと堅苦しいイメージがあるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、最近はねシワにもならないしストレッチ性も高いし、そしてサラッとした素材が多いので、結構ね暑い日なんかも快適に過ごしていただける、そしてカジュアルコーデをする際にちょっと品よく保てるっていう意味では、休日にウールパンツを履くっていう行為もいいかなと思って僕はお勧めしております。このまま上をカジュアルなアイテム着てみましょう。はい、こういった、休日用のブルゾンアウター類にこうウールパンツを合わせるっていうことによって、こんなハードなライダースでもなんとなく陰よくきれいめにまとまると思うので、こういった感じでね休日にウールパンツを合わせていただくっていうのもありかなと思います。はい、いろいろご紹介したんですが、どれもこれもどういう形で合わせていただいても合うようなアイテムを揃えてますので、色だったりとか形だったりとか素材参考にしていただけたらなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は4月のコーディネートというテーマでお伝えいたしました。4月とか5月ってね、 T シャツ1枚とかで過ごす陽気でもないということで、シャツだったり薄手のニットの上に確実に羽織物、ジャケットだったりアウターだったりというものを活用しなければいけません。という意味で春のおしゃれを存分に楽しめる時期です。せっかくなのでこういう時にいろんなコーディネートを楽しんでいただけたらなと思います。少しでも何かヒントになることがあれば嬉しいです。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録していただけたら励みになります。よろしくお願いします。